こんにちは、吉田さん。ビジネスの仕組みっていうのは実はシンプルで、安いものを買っていただくと、もうちょっと高いものをね、買っていただく可能性はやっぱ上がりますよね。まあ、アップセルっていう専門的な用語がありますけども、そうじゃなくっても、例えばね、どっか飲食店行って、なんかこう、ランチを食べますよね。で、ランチが美味しかったら、ディナーも行こうかな、みたいな感じで考えちゃうのが、そういったお店の販売戦略だと思うんですよ。今でも結構多いんじゃないですかね。お弁当が美味しいから今度あのお店で食べてみたいねみたいになったりとか、それからフロントのね500円ぐらいのその丼が美味しいから、じゃあ今度1000円のも期待できるよねってなったりすると思うんですよね。それとは逆にね、高いものが売れた人にはもはやその金額以下のものはいくらでも売れるっていうねところもあるかなと思うんですよ。まあこういうことを考えるとね、またお客様の懐具合を軽く見てるように聞こえる方もいるんで、あんまり表現をしたくないなとは思っていたんですけども、でも真実として別に私が言わなくても世の中ではそういう仕組みがいっぱいあってね、なんていうんですかね、よく言うのが車の修理代ですよね。まあ例えば50万円で買った中古車の修理代が100万と言われたら、買い替えようかってなるけど、300万で買ったその新車のね、修理代が50万って言ったら、痛いけど払うかってなるわけですよね。だから、初期費用どこまでかけたかっていうの、一番最初の商品どこまで買ったかっていうのと、後でどのくらいまで入れるかっていうのは結構な関係にあって、なんかそれを利用したセールス方法もありますよね。なんか、車でも行っても、オプションを結構ね、お客さんがつけるみたいなね。新車、レクサス、1500万。オプションを進めれば進めるほど、ね、10万とか20万が軽く感じてね、あ、これもつけようか、あれもつけようかと。じゃあ総額1800万になるみたいなね。でも1500万から1800万か、あんまり変わんねえやみたいな感じになりますよね。この300万の差ってのが、なんか元金1500万から比べるとちっちゃく感じるのはちょっとしたトリックだと思うんですよ。まあその他ね、他のことに関しましても、一旦ドーンとお金のやり取りがその人と進むと、なんかその抵抗がなくなるっていうかね、強い信頼関係が結べられるっていうか、私はいつもそう感じるんですよね。言ってみれば人間関係ってどのぐらいお金をやり取りしたかってところで結構測れるところがあって、無料とか低価格ばかりを求める人って、やっぱ無料とか低価格の人ばかりを求めるんですよね。でもやっぱこうね、その商品を提供してくれた方への感謝と敬意があれば、しまいにはもう価格に関わらず購入するんじゃなかろうかと思いますし、私よくね思うんですけども、そのお店がオープンした時にね、お花を贈れる人とお花を贈らない人がいるわけなんですよ。まあそれが全てではないんですけども、例えばね、応援してるよ頑張ってよって言っても、オープンの日に、例えばパンのね3個ぐらい買いに来る人、ありがたいんだけども、でも実際にね、20個30個パンを買ったりとか、花束派手なやつをドーンと送る人と比べると、やっぱ差はできるなと思うんですよ。だから人を応援するんだったら、人を信頼するんだったら、どのぐらいの、お金が割けるのかなっていうのが結構大きなポイントになるんじゃないかなと、っていうのが、気持ちはみんなあるわけですからね。気持ちが大事って言いますけども、気持ちは A さんも B さんも C さんもマックスあるわけですよ。そうなると、誰が一番、誰を大事にしてるのっていうのは、この気持ちはどこまでも避けるけども、じゃあ懐はどこまで避けるってことになっちゃいますよね。別に競争してるわけじゃないんですけども、この人のためには多少ね、3食を2食に減らして使えるだけ使ってみようかなっていうふうに思えるか、それともそこまでしなくてもいいか、この人の関係はって感じるかでしょうね、きっと。いろんな言い方はありますけども、シンプルにそう言ってお金で測られるところはやっぱあるんでしょうね、きっとね。ホストで、指名のホストが好きな人にはね、マンション買ったとかね、高級会社買ったみたいなのありますけども、相当だから入れ込むんですよね、あれはね。で、しかも見返りを求めないっていうところがさらにすごいなと思います通常は見返りを求めるのに、安いものをあげるみたいな、安いものをあげてそれ以上のものが返ってくることを望むみたいな感じでね、できちゃったりするわけなんですけども、そういうのもまた一つね、信頼の形なのかもしれませんけどね。
か全然違うところに話行きましたけど、まあ商売のことで言えば、やっぱこう安いものをたくさんの方が買ってくださる、もしくは無料のコンテンツをたくさんの方が見てくださる、結構それで測れるところがあって、今回私も FX の教材ねちょっと売ってみたんですけども、正月セールってことで、あの視聴者数が普段よりいいわけなんですよ、なぜかセールスなのに普段のね FX の相場解説なんて50以下なんですけども、セールスの動画はね50以上になるんですよね。でやっぱり売れますよねそれはねうん、だからなんていうの、買う興味のある人がクリックボタンを押すわけですから、デカデカとねいつもみたいにセールスって書いてるわけですから、売りますみたいなねお正月セール特別価格って書いてるわけですから、あこれセールスなんだなと思って、売り込みが嫌な人ってそれクリックしないじゃないですか。でも普段の FX の動画を見ない人までクリックするというね、うん、だからまあこの時期に商品を売ってあげるっていうんですか、うん、なんか受け取る気持ちになってる人が多いわけですから、普段起きないことが起きると思うんですよね。だからこういう時にこそやっぱ商品を売ってあげてきっかけを作ってあげるっていうのは ある意味ね善行なんじゃないかなと思いますね。ビジネスをしてるくせに、お金に困ってるくせに、この期間に年末年始売らないっていうのは本当にね、1年間何するんですかこれからとか思っちゃいますよね。ここで差をつけないとね、うん、で出せば本当なんかねあれですよね、やったらみんな売れますよねこの時期は。売れなかったことがないですよね1日2日って、みんなが買いたいと思ってこう過ごしてるわけですから、何にお金使おうかなって、多分ね1月1日2日にお金使わない人っていないと思うんですよ。私もなんか普段買わないんですけども、自販機でジュース買いましたよね、なんか小さいことですけどちょっと気持ちが大きくなったんですけどね私ごときでもね、うん、まあでももう3日になっちゃいますね、もうね3日になるともうお正月気分も抜けて、財布の紐も通常運転で硬くなるし、ね、その来週から始まるランチお昼500円のことが気になって、もう使わないぞみたいになるでしょうね。大体1日2日に使わない人は3日はもっと使わないですからね。はい、まあですか、もう夕方ですね、お疲れ様です。まあ吉田さんもしっかり儲けたんでしょう、おめでとうございます。お年玉は自ら作る、素晴らしいじゃないですか。いってらっしゃい。